によってかなり使い分けてるようになりますね。反対されてる方はもうちょっと前に進めてください。後ろ通路お願いします。さあ超バーサス竹谷、さあバイパーを、バイパーバージルドーム、そして蝶の方が今回はバージル飛竜かな、あいやウエスカーですね。さあ今回も飛竜ではなくウエスカーを選択している。さあやはり蝶は相手チームによって今この辺使い分けてる感じですね。さあ先鋒戦ウエスカー VS バイパー、そしてマオルさんの、あ竹谷さんの方は毎度おなじみあれですね、ドゥーム中堅ですね。さあ開幕ハピバの怪しい感じの気配が漂いましたが、これはまあなんとか消えずに済んだが、さあスナップバックでバージルを引きずります。この辺蝶はあれですかね、バージルの方が危険意識が高いという感じでしょうかね。先にバージルを殺してしまおうということでしょうか。さあドラミループできっちり殺しにかかるテンペスト。さあそしてドゥームが出てくる、投げてコンボに行く。さあバイパーは一人になってしまえば大して怖くないという判断なんでしょうかね。蝶はあーっと動きたかったところを空投げされてしまう。さあ竹谷これは一方的な試合展開になってきてしまった。さあ対象バイパーが残っている。しかし空中戦、そうだファクターからの選出も、もう完全にやるしかないですね、これは。さあ、しかしここはクルージング体制長。さあ、しかしクルタイクル取っていって、まずマグに落とす。さあ、選出も、しかしこれは読んでいた、空投げからファクターを使ってレベル3。超がまず一勝選手。さあ竹谷のバイパーに仕事をさせません。蝶やはりバイパー対策のための戦法ですかといった感じでしょうかね。これはさあ1試合選手蝶、さあここで果たしてどうするか。キャラ替えはなしと、お互いそのまま来ます。さあ下段通していったのは竹谷、選手も渡る。しかしここで危ない危ない、グループも巻き込まれそうになってた。さあ背びを見せていくが、これでバイパーがまずいなくなり、さあ空対空を取っていくがどうだ。さあやはり先ほどまでのね空投げ、これですね。蝶は空投げを通すのが本当にうまいですね。さあどうでしょうか、こう一点変わって長距離戦、しかし一瞬にして接近戦に持っていけるのがウエスカーの強み。まあ長としてもここは無理する必要はないといったところでしょうからね。さあフォトアレイ、そしてバージルが出てくる。先にまずウエスカーを締めたいところだが、これはガードしている。ファクターでしっかりガードしていった。さあどうだ、あーっとこれはスカしたところ見逃さず下段差し込んでいくな。長ここはグラビループでしっかりバージルを落としておきたい。どうだ、ゼット。さあわずかに残ったが生交代通していった。さあなんとかバージルを生かした竹谷、しかしここはめくっていますと。さあゲージを吐いてルームを仕留めに行く蝶。どうだ、いやしかしルーム残る。ゲージがすっからかんの蝶に対して竹谷はまだゲージある。しかしこの状況で何ができるのかといったところか。さあここでバージルを出してくる。さらに Z、 さあ Z を崩し持ってますからね、竹谷はあれ得意ですからね。さあジャーエースが当たる。そうなの、ハイタイムから Z。 さあ2人がかりでなんとかマグミを仕留めたいところ。竹谷しかし壊しこすってた。そして対空取る。さあこれはどうしようもない、勝ったのは蝶。はい、じゃあ続いて1回戦最後の試合ですね、マメスパイダー VS ウタリーマー。